この問題はコンマがありましてコンマの後ろというのはこれは疑問文ではありますがでも一応これ自体で文章が成立しているという意味ではまあいずれにせよ言えるのは何かっていうとこのコンマの前半部分というのが 文に付随する要素であると主節の文に付随する要素であるという風うに考えられますとそうなってくるとまあ、この形で選択肢を見たらまあ、不定詞の副詞的用法か分詞構文かのどれかということが分かりますねでまずこの中で絶対ありえないやつを消していきますね4番サポーズドリーこれ選んじゃったら確かにこれ副詞になるけどもサポーズドリーの後ろになんでざっと説作るねんっていう説明ができないで2つ目サポーズドもダメです それは理由単純でサポーズ後ろに名詞節が来るとかっていうのもありますがでもあの一番シンプルに取るならばサポーズって第三文型取るんですよ。ということはサポーズドってなっちゃったら後ろに名詞設ザッと SV が来るのは説明つかない。ということで、まあ、分子構文だとしてもサポーズドはないと。 あとはサポーズなのかトゥーサポーズなのかってことですがサポーズだったら目的表すんでしょうねこれこれということを想定するために仮定するためにそれに対してこっちは仮定するととかですかね。となった時にあのこれって一番を選んじゃったらこれをすることを目的として要はサポーズするためには何をしないといけないでしょうかいやちょっと待ってサポーズって頭の中で思い浮かべるだけなんですよ。 そのために努力しないといけないことっ何かあんのというふうに考えるとちょっと意味的に to はしんどいでしょうねで、えー、やっぱり正解としては2番のサポージングということになります。で、まあ、これもイディオム表現として考えてもらってもいいですがサポ、えージングこれこれでこれこれだと仮定するとだからね実を言うとこのサポーズ ええー、サポージングを使った場合、実はこれって if とほぼ同じ働きをしていると考えてもらったらいいと思います。まあですから、あの、これって if、we、miss、the、train とほぼ同じような働きをするんですね。もし私たちが列車に乗り遅れてしまったらどうしますというふうな意味合いで捉えてもらったらいいかなと思います。ちなみにですね、この文章、サポージングを選んだ場合は、あの、これを。 いわゆる分子構文と捉えることになりますが実はねもう一個正解になりうる形があるんですよ。それが何かというと実はササポポーーズズででもも正正解解ににななりりまますすこの場合どうなるかこれ命令文です、えー。つまり我々が列車に乗り遅れると仮定してみなさい。 っってていう命令文で持ってくるまあもちろんその場合は命令文と疑問文をつなぐときにコンマだけで大丈夫っていうのはちょっと怪しいですがでも意味的にはサポーズインクとサポーズというのはほぼ同じようなものとして捉えてあげることができます。まあ、でも実際にはこのサポーズ命令文の後コンマでいきなりこう持ってくるっていうこともありえますし別に文を止めたらいいんですよ。Suppose that we m i s s the train! period。What shall we do? というふうに持ってきてあげれば全く同じ意味になりますのであの一応これこれだと仮定してみると。で これですねこれってあの実は命令文として捉えるならばサポーズザット S v という形も取りうるんだよということまあそこは押さえておいてもらったらいいかなと思います。でもう一つせっかくなのでねせっかくなのでまあこれに関して追加で押さえておいてほしいんですがまあこれがあのほぼほぼ意味としては「if これこれ」に近い働きをするんだよっていうことを言いましたが。 もう一つね押さえておいてほしいのは、まあ、これは単元としてはまた別の単元論の話にはなりますけどもこのサポーズイングとかサポーズとかイフ、えー、これらの形をとってもしこれこれならばという仮定するとっていう意味を作るときはこのサポーズとイフだけ仮定法の形をとることができます。まあ、だからポイントは まあこの仮定法の単元のところでまた同じような話をすることになるんでしょうがまあ仮定法を取れるのは「if」を使うか「suppose」を使うか「supposing」を使うかなんだよということは押さえておいてくださいね。Supp if この3つのうちのどれかであれば仮定法つまり事実とは異なる事柄を 仮定するることができる「If、あのもしも」っていうのはこの3つでしか表現できないよということは押さえておいてください。